では皆さんの声引き続き聞かせていただければなと思っております。ここからクライマックスに入っていきますので皆さんよろしくお願いしますね。では早速聞いてください。恋愛至上主義
ました。付き合ってたからね。じゃあ、なんかね、今このキーポンの最後のパーンって投げるところあるじゃないですか。これがあのここまでやれる人、覚えてる人が揃う現場ってなかなかなくて、そうだね、やりながら めっちゃ綺麗にみんな投げてくれるわと思ってこれ何か分かんなくなって感動しましたわ。なんかそこって感じかもしれないんだけど、うん、なかなかないからさ、ね、ここまで覚えてくれてる人って対バンとかだとめちゃめちゃ今感動しております。ありがとうございます。今もっとねみんなで会場を一つにしていけたらいいなと思いますので、この曲もお久しぶりの曲でございます。みんな2019年シーズンもファイナル鳥取を応援していきます。県外の人は自分の地元のチームはあるかと思いますが、 J3 はファイナル鳥取を応援していただけると嬉しいなと思います。なんかマスコットキャラクター総選挙結局ガイナマン43位とかになったで、大変なんかフロントのスタッフさんたち悔しがっていらっしゃいました、うん、この雪辱は今シーズンで晴らしていきたいと思いますので、okay! 皆さん引き続き一緒に頑張っていきましょう。それではみんなで楽しんでいきます。見てください、ファンタジースタ。
Oh.
曲というたっぷりな定期公演だったんですけども、ね、あと一曲となっておりますよ。全部歌ったみたい。やばいからそれ。しかもね、時間的にもね、目標としていた時間半に収まろうとしておりますので、大変大変バッチグーな定期公演となっております。来月もこのような感じで、はい、でも24曲あるな、多分来月がまあ最後かなとかもね。おりますので皆さん来月も足を運んでいただけるとありがたいです。でチェリップはね今3つ定期公演なので抱えていますね。ありがたいこと、この今やってる米子での、一番の定期公演と、そしてタワーレコードナンバ店さんでのインスタの定期、そしてそれと一緒に誕生したせっかくなので関西でもお世話になっている関西でも定期をやろうということで、こちらはシングル曲を全部やっている大阪での定期公演というのが3つございます。まあここにいる方たちは、まあ、鳥取の方とか岡山の方が主人だと思うんですけれども、うん、ぜひそちらもチェックしていただけると、はい、毎回ねゲストさんもお呼びしてやっておりますので、はい、楽しくやっておりますので、うん、ぜひぜひ足を運んでいただけると嬉しいなと思っておりますし、クラウドファンディングが来週、今週、まあもうすぐですね、始まるという情報が入っておりますので、おお、やっとかーで、そうなんだ、今週から来週か、よろしくお願いいたします。ということと、もう直近では来週もまた鳥取でイベントでございます。一回台風でなくなったエコーイベントがですね、また復活してできることになっておりますので。ということは、あの替え歌も聴けるということですのでそれを思い出さないでぜひ楽しみに来ていただけると嬉しいなと。それこそ、教育にいい感じのチェリップで臨もうと思ってます。一番教育いいだよね。一番教育にいいチェリップが見れると思いますのでぜひぜひお集まりいただければと思っておりますし、盛りだくさんですね、うん、2月もまだまだぜひぜひ一緒に楽しんで、ね、そして年度を待つマンマンに向かって盛り上がっていけると嬉しいなと思います。どうぞよろしくお願いします。お願いします。ありがとうございます。では、無事にね、久しぶりにいつこさんがピンピンの状態で定期を終われたら、いやもうあれだよ、もうこんぐらいだよ、お久しぶりだよ、半
じに半じにおいさだと思います。無事にね終われたのはやっぱりみんなのテンションこうみおんたちも引っ張られてこう頑張れるっていうのはすごくあるので今日は特にパワーを感じた定期公演でした。本当にありがとうございます。なのであれなんですよ、今日終わるのすごい寂しい気持ちがいつも以上にあるんですけれども、ね、まあ、その気持ちを最後1曲に込めて終わろうと思っておりますので、はい、皆さん最後まで力貸してやってください。今月の特訓もありがとうございました。それでは最後の曲です、聴いてください、アシュメトリー。アシュメトリー来たー、we'll be right back.
OK。 それでは今日の物販は、中でフロアの中で行うということですので、皆さん整った方から選んでいただけるとありがたいなと思っております。その前に必ず水分補給をしてですね、すごいようですが体内に病原菌を流し込んでおいてください。そして元気で殺してください。私たちは絶賛菌を、ね、持っている体をしていると思いますので、握手等をした後には、必ず手洗いをしていただけると、これなんていうの、感染の予防になるかなと思いますので、よろしくお願いします。そしてですね、今日は、夜ということもありまして会場の時間も決まっておりますので、チェキを複数枚ちょっと取ろうかなって思っている方はもうすぐに買っていただいて、そうだ、ね、ループしてこないように、分かりましたか時間そういうことやね、どんどん今日は、ね、今日はダメですよ、ね、皆さんループを禁止で取りたいなと思ってくださった方は、ひとまずすぐ買って先にシャーッと取って、そしてみんなで物販をこうカキカキしていこうと思いますので、よろしくお願いいたします。わかりましたか。なのでチェキを追加で買いたいなと思った方はまず並んでいただいて、そして全員のチェキが取り終わってからサインがスタートしますので、ね、皆さんよろしくお願いいたします。で、時間が余ったら鳥取県も消費できる時間を取ろうかなと思いますので、お持ちの方は今日は何を使うか1枚選んでおいていただけるとありがたいなと思っております。それでは、皆さんのおかげで無事に定期公演今日も終了できました。また来月や大阪での定期など、様々な場所で会えることを楽しみにしております。では